どうもです。今回ですけども、最新シャフト石田週刊いやもうこれで終わりですよあ、まだあるか、はい、はい、ということで3本目は、はい、結構面白いんじゃないですか。いや面白いと結構どころじゃないと思います。極物の最上級ぐらいくるね、多分ね。これ見た人びっくりすると思うよ、うん、じゃあまずビジュアルからいきましょうか。はい、はい、どうぞ。はいはい、わかるかな。これでちゃんとウェッジですよ。練習用のウェッジではありません。はい、じゃじゃん、レッドゾーンなのかな。ゾーンです、はい、115g、はい、これ BGT って BGT スタビリティシャフトね。あれだね、パターの、なんかパターもこの辺切ってさ、うん、こっちからカーボンにするっていう結構流行ったやつ。そう、スタビリティシャフトっていうのを出してる会社がウェッジを出しました。でウェッジもここにつなぎ目があります。いやこれさ大丈夫なの、これね折れるんじゃないかなと。でここまでなんか芯が入ってて、うん、まあ、二重構造になってて結構手元が硬くて、そうだな、うん、でまあなんかその手元のしっかり感を残しつつ先はビュンと走る、うん、なのでなんかどうやらめちゃめちゃスピンが入るとか、なんかねすごいあのサンゴルフさんでも大好評らしいですよ、うん、すごい人気なんだってね。売ったらすげえってみんな言うと、うん、値段はただですね、値段がすごいですね、はい、値段はまあ1000円で3万円ぐらいです、はい、1本3万円、はい、1本だからね、1本高級シャフトでございますよ。ちょっと気になるけど、まあでもね、アダスコもね、うん、お金あるし今まあね、金はあるんでなんでそのキャラにするのそういうキャラになりたいって言うんだったっけでは光るみたいな感じじゃあちょっと打ってみましょう、はい、まあ、115なんでちょっと俺は重いですけど、はい、そうですか、はい、分かりました。まあエッジなんでね、はい、オンタメでいいでしょう、はい、じゃあお願いします。お願いします。エゾボール、はい、それではヘッドは14の58度、はい、これもサンゴルフ肝煎りで今売り出してますから、これね不思議な感じするよ。いやそりゃするでしょ、そんな、なんか大丈夫なこれ2段になってる、折れないかなっていう、なんか大丈夫みたいですよ。で結構ねしっかりしてる感じするけどな、はい、なちなみに何度ですかベッチ 58? なんかこうね勝手にためができるっていうのが書いてあってね、ちょっとまあじゃあ打ってみましょうか、はい、いつも思うけどなんでそんなにヒールで構えるの、マジでヒールで構えてる、すごくない、もうね俺が見たらもうシャンクだよそれ完全にみんなどう思いますこれ、完全シャンクするよこれ、シャンク今ねちょっと一球ミスったんだけど、うん、硬い硬い、あしならせられない、ね、パワーだと硬いな、115だからかな、シャンクするってしないでしょすごいぞ、おおおなんかいい音した、あのね分かった、あれなんか飛んでないしかも、分かったわ、ちょっと捕まったからかもしれないけど、え1万ぐらいいってるじゃん、あのね多分たまいつもより高いんじゃないかな、えしかもさちゃんとスピン1万ぐらい入ってて、うん、キャリー85の走距離90だよ、確かに、なんかね落下角度ちょっと見てください、はい、最近どうぞ 43.5、なんかねそこそこ当たった瞬間にこういう動きっていうの、しゃくってくれるの、そういやしゃくってくれるしゃくってくれる感じする、球上がる感じする、はいはいはい、あーすごいかも、確かに1本3万3万っておーいい音したね、確かに、おっと飛ぶのがいいかどうかはあれだけど、でもちゃんとスピン入ってるね、これね、あの球上がるわ、おなるほど、ね、マジで上がる、いやこれしだした人みんな欲しがるけど、うん、値段で二の足踏んでるらしいんで、値段見て帰ってくっていう、じゃあ最後カットに、はい、調子乗りやすい最後カットにいきます、うわ上がるわ、ほんとすごい、おお上がる、スライスはかかんないね、あれどうすか、上がるそれしか言わない、上がるの一本やりで行こうとしてるじゃん上がる以外ってな
走る上がると走る。いやそうね、多分分かると思う。たまに当たった後にヘッドがブンっていく感じ。当たった後に走るから、なんか手元がちょっと重たいっていうか、なんかしっかりしてない、めっちゃ。めっちゃしっかりしてる感じする。なんかここですらすごいしっかりしてる感じする。いや太いから硬いんじゃない太す、だって太いんじゃないの。太いのかな、どうなんだろうね。こっちは細いよね明らかに。ただここが太いのかな、これちょい太いわ、やっぱり太い。あ、ちょいどころか一回りぐらい太い。バリ太、うん、いやバリではないけど一回り太い。いやあのね、当たった後に球ブンって持ち上げる感じ。ちょっと待って、 GC がねサブリミナル効果出してるお俺がシャンクしたじゃんなんでだよ。いける、近かったか。いや俺が見ておかしかった俺のせいにしないで俺から見たらアダス君この辺で困ってるかな。もう最近俺食い込ましてるからねそういうことか。うわ、わかる。あ、すごいわ。上がるでしょ、うん、なんかスピン入ってる気がする。あ、俺の方が多分上がってて距離出てないんだこれ。あ、1万上がるでしょ、すごいわ。俺の場合逆にね、捕まるっていう動きになったね、少し。あ、なるほどね。すごくない、すごい。いや、打ちやすいかも。バインって上がってくるね、うん。ちょっとね今グリンってきたわ。先走るよね、うん、ちょっと捕まったね。あ、1万え結構出ないすごくない。いやこれねすごいよ、不思議な感覚。じゃあ次カットに打って、はい、その後ちょっと50ヤードぐらいのアプローチやってもらっていいですか。はいはいはい、今いい入り、めっちゃ上がってる今でも良かったですよ。いやめっちゃ上がるよ、本当に。あれ6000回、ちょっと噛んだってあったんじゃない。ダフリ気味か、もう一回いく、もう一回いきますか。それにしても上がるよ。あ、このままいこう、このままいきます。このさ、上がっていく時の線映んないじゃん、うん、ってことは真上に上がってんだよ多分。ちょっと打ち出しが高すぎるんですよね。あ、自打球ほら、これスリクソンだからね。あ、すげえ、全然飛ばないじゃん。いや、それで。すごっ。あれ？え？今のめっちゃ良かったよ。ちょっとおかしいね。ちょっとじゃあなんかアプローチでも走るって言ってたね。はい、50ヤードぐらいの。50ヤードですね。っていう感じ。はい。あ、乗ってる感じする。あ、50ヤード以上いっちゃったね。まあでもキャリー50ぐらい。50ちょっと。ちょっと俺。あ、キャリー50でした。その感じ。ぴったり。え？乗るんすか。おお、上がるね。え、すごくない？もう真上に当てて。上がったね。なんでだろう。やっぱここからビュンっていってんのかな。ここがこうグッて。なんかちょっとカーボン的な特徴が出てるのかな。これね、でもパターだとさ、ああ1本買えばいいんだけどさ、僕ちゃんめっちゃ今3本、ね、3本対戦の人つらいですよ。3本ですからね。おお、ちょっと今手前から入ったけど、2本分とかでもいいかもね。50度いらないでしょさすがに。まあ、確かに50度はほぼフルショットだから、うん、いやでもこれはねちょっと見ましょうか、データ。いいよ、確かにデータもあんまり見るまでもないんですけど、マーダス君ちょっと1万いかないぐらいだったけど、うん、高さがいつもより出てる感じだったね。あー、出ていたよ。高さ出て45度弱ぐらいあって、なぜか飛距離も伸びてます。なぜかね、捕まったね。俺はちょっとね、しゃくり上げてる部分もあると思うんですけど、バックスピンすごいよ。しゃくってる？そんなつもりはないんだけどね、飛んでないっていうのがある。
上がってるんだ。1万打ち出しがさ30度とか打ち出しが30度だからね、ちょっとやっぱ寝て入ってるかな、うん、スピンだね。まあまあでもね上がってないでしょピークがね、はい、エドボール、はい、お疲れ様でした。どうちょっとこれ、みんな欲しくなる。これね、本当に球上がる。いや、本当ちょっと GC カットのあのピークのメートルがちょっと怪しかったんだけど、はい、この打ってここに当たる感じ、まあ、いつもやってる感じだとね、うん、自分のウェッジだとああいう風に当たらないんだけど、うん、これだと当たるんだよね。あの今までなんていうの、ああいう感じの高さ出た時ってさ、うん、あのスピン入ってなかったじゃん、そのね、安めのボール、ディスタンス系のボールと時に B1 だとね、そうそうそう、あの打ち出し角度でスピンもしっかり9000とか1万出るから、うん、これはね戻る。これちょっといまあ、1本買ってあのラウンドで使ってみてちょっと感覚を知りたいよね。それいいね。どういうラウンドで感じが出るか、58度だけ付け替えて、そう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 、まずね、その後よかったら残り2本も出るとか、 それやろうよ。出すかやっちゃう。やろシャフト3本で10万だよ。いやだからさっきの話だと50度はいいでしょっていう話だったし、あいやでもそうなったら入れたいですでまず58入れてみてちょっとアプローチのさ感覚もちょっと良くなったらさ、ちょっとあれですかね、アプローチも、いやアプローチ最近上手いでしょ。もうだろう、上手い人ぶるんだけどちょっと課題あるんで彼にはショートゲーム課題ありますから。いやこれね俺あの今ちょっと密かに計画してるのが、うん、バック2個体制、あ、はい、今あるのと、うん、ちょっと重たいシリーズで作りたいっていうのが、キャディバッグ、キャディバッグ2つ買うってことね。キャディバッグ今中古でそっちのパターンで、はい、だから今俺が使ってるのってちょっとロマン寄りまでもあるじゃん。シャフトはまあ軽いけど、もう一個はもうバリバリ技術に頼りまくってる、その最新技術入れまくり、こういうのとか、はいはい、確かにおもろいねこういうのね。そう理論的に良さそうなやつ、ね、そうだからあのテクノロジー的にスピーダーのバイオレット入れたりとか、テクノロジー的に、いやそれローマンと変わんねえじゃん。ヘッドもテクノロジー寄せたらヘッドもなんかちょっとタイムステイ、俺ねヘッド気になってるのちょっとあるんですよね。そうなんですか。ウェッジのムジークで、ああなんかここのねこれがソールが取り替え式のやつがあるんですよ。ソールを取り替え、あソールじゃないごめんなさい、フェースどうやって取り替え、フェースの、ね、脱着式のやつがあるらしいですよ。おもろすぎやろ。ちょっとあとそこね1ヶ月ごとにこうフェースを変えていけばさ常に新鮮な、こうそういうことね。あもちろんもちろん新品にできるってことか。そう、それは面白いね。そういうことですよ。面白いでしょ。取れないやということで、はい、ゾーンちょっと面白いですね。これすごかった。みんなぜひサンゴルフでちょっと気になったんです、うん、いや、はい、あの打ったら良さ分かると思うので、はい、一回打ってみてください、はい、どうもありがとうございました。